一部で熱狂的な人気のファッションドール。さまざまな種類があり、ヘアスタイルやメイク、衣装などをカスタマイズして楽しむファンも大勢います。ドールの世界観を演出するドールハウスもその一つ。木製のシックなドールハウスを手掛けたのが伏見区にある中心工芸です。創業は1989年、主に店舗のディスプレイ装置やオーダーメイド家具を製作する町の家具屋さんです。2代目井上隆弘さん、8年の職人期間を経て今は企画、デザイン、経理、営業などを任されています。木材の一番の良さっていうのはやはり加工のしやすさ、木製であるがゆえにお客様の要望も自在に対応することもできますし、やっぱり組み上げた時の表情の違い、唯一無二オリジナリティが出るのかな。工房を案内してもらいます。これは店舗重機になります。パイプのところに棚板を差し込んで、ここに商品を陳列していきます。商品の陳列棚っていう形で思ってもらったら、一個一個店舗によって大きさが違うんで、オーダーメイドっていうような形です。頑丈で使いやすく、アパレルブランドの要望に応えました。中心工芸の仕事は京都の随所で見られます。老舗和菓子店亀屋義長の商品ケース、山科区にある洋菓子店マールブランシュロマンの森。大きな重機の装飾は樹皮を思わせる複雑なデザイン。技術の高さがうかがえます。主にオーダーメイドっていうのを進めてたんですけれども、今度は自分たちで発信して、こういったもので木材の魅力をこういうふうに伝えられるんじゃないか、家具以外でも家具を作る技術を生かして何かできないかなと、そうすることで今まで培われた技術を皆さんに見せて提案できるんじゃないか。家具屋が作る家具以外のもの。ある日、雑談中に職人がふと漏らした一言がきっかけでした。以前、木製のカバンを見たことがある。作ってみたい。ピンときた井上さんは、すぐさま職人と共に製作に取り掛かります。
モノマネ、二番煎じではない独創的な木製カバンを。持ち手は木材にしました。カバンを開閉する蝶つがいも木材、金属は一切使っていません。木への愛着、家具屋のプライドを貫いています。足掛け2年、試作品は7つに及びました。家具は重さの方はまあ気にしなくていいんですけども、カバンになると持ち運ばれるっていうことなので、重さっていう課題が出てきたんです。 1g でも軽くするように素材を変えたり形を変えたり、今も現状でも一番苦労してる部分であって、まあそれが一番楽しい部分でもあります。持てる技術の粋を注いだ、その名も家具化。表面をウォールナット、メープル、サペリ、チークなど表情に富んだ木材で仕上げています。持ち手が2つに分かれ、カバンが開く構造。内装は好みによって選ぶことができ、レザーや西陣織なども。木材であるがゆえに丈夫なので、ノートパソコンなど入れる形でビジネスに使ってもらえればなっていうのが一番だったんです。ただいろんなところで木製カバンをお見せしている段階で、私の思惑ではない部分でやっぱりこの見た目の木のぬくもりがいいということで、一人一人が大切にされている趣味、かけがえのないものを入れる宝箱のような形で使いたいと。購入希望者の中には女性のドールマニアがいました。木製カバンの意外な展開が待っていたのです。家具工房中心工芸の2代目井上隆弘さん、フランス人デザイナー、そして北山杉を扱う名木店とコラボした家具があります。床柱に用いる絞り丸太を引き割り、円筒形に貼り付けました。京都の木材を使った家具作りは、井上さんにとって京都人としてのアイデンティティを感じることができた仕事となりました。木製カバンを分解し、付属のパーツを足してドールハウスに組み立てます。この発想はカバンの購入希望者のリクエストから生まれました。一番初めはドールを入れたいと、ドールを入れて持ち運びたいとおっしゃられる方がいらっしゃって、どうせなら本当の木材で、例えばフローリング床材ですとか壁材を使ったら、よりドールハウスっぽくになって喜ばれるんじゃないか、折りたためるドールハウス、持ち運べるドールハウスっていうところまで提案させてもらったら、すごい喜んでいただいて、今では井上さん自身もコレクターの仲間入り。コマ撮り動画やスライドショーを自作し、ドールハウスのバリエーションとともにキュートで耽美な世界を SNS で発信しています。ドールハウスだけではなく、ハンドバッグやサコッシュも新しく作りました。そして木製カバン製作最大の収穫が、工房の空気が一変したこと。職人たちのものづくり精神を刺激したのです。
キャンプが好きな職人さんも調味料棚とかで椅子とかをちょっと僕もちょっと作ってみたいと気持ちも高まってきたんで、私としてはすごい楽しくなるべくあの形になるようにサポートさせてもらってます。ディープな趣味の世界に工房の存在感と未来を見出す井上貴博さん。木は一本として同じ木はない。その木の文化を枯れさせないために、独創的なものづくりに日々チャレンジし続けます。